次に宮本健君。宮本君。日本共産党の宮本健です。まず冒頭、寺田大臣に聞きたい。昨日の政治倫理特別委員会の塩川哲也議員の質問に対して、寺田大臣は統一教会関連団体との関係についてお声かけいただいた方は県人会でお会いする方、同教の人の集まりがあるんだとお声かけいただいた、ただその日は参加できなかったが会費を払わせていただいた、後日に領収書にこの団体の名称があった、事前に国際勝共連合であることは知らされていない状態だったと、こういう答弁でありました。で、なぜ聞いていなかった、返してほしいとおっしゃらなかったのかと、収支報告にもこれは載っておりましてですね、会費を払っているということは、まあ、運動に賛同していると取られかねない状況だと思います。岸田首相も自民党の国会議員が旧統一教会とさまざまな接点を持つことは結果として、当該団体の信頼を高めることがあったとの指摘について深く重く受け止めると、こう答弁されております。額の高ではないんですね。統一教会の信頼を高め被害を広げることに加担した可能性への真剣な反省が必要です。寺田大臣にはそういう認識と反省はございますか。寺田大臣。昨日の塩川議員のご質問に対する答弁で、おっしゃるとおりですね、全く主催団体とはこのブラインドの状態で、まあ、同郷の方の、まあ、来やすい会があるからぜひとも来てほしいと、まあ、行ければ行きましょうというその時の返事でしたが、結果として行けなかった、参加しておりませんが、まあ、行けたら行きましょうということで、いろいろですね、この、食事の準備ともされていたかもしれないということで、会費だけ払わせていただいたものでございます。で、まあ、私自身、この会には全く出席しておりません、代理の者も出席しておりませんので、当該団体の信頼を高めたことにつながったどうかはですね、判然としませんが、まあ、いずれにしてもですね、接点があったという意味では間違いございません。したがって今後は岸田総理が申し上げたとおりですね、一切そうしたこの社会的に問題の指摘される組織団体、旧統一教会あるいはその関連団体とはですね、一切関係を持たないということをしっかり守っていきたいと思います。宮本君。私は一連のこの問題については責任をもっと重く受け止めるべきだと思います。今日も被害は出ているわけでありまして、政務官を含めた政務三役もですね、統一教会との関係についてぜひ責任を持ってすべて明らかにすることを強く求めておきたいと思います。で、今日は、今年4月26日に引き続き大阪火事の IR 問題について聞きたいと思います。資料1を見ていただきたい。これは大阪夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画の17ページ、つまり今年4月25日大阪府市と大阪 IR 株式会社が国に申請した区域計画の一部であります。1の IR 区域の土地に関する所有権の取得等の方法及び予定時期の中の図表1、土地の賃料及び賃貸借期間、賃料月額1平米当たり428円、賃貸借期間は国から認定を受けてから35年間となっております。佐藤参事官、間違いありませんね。佐藤事務局参事官。お答え申し上げます。ご指摘の記述につきましては、ご指摘のとおり計画に記載されております。委員長。宮本君。資料1の右上には要求基準とあります。この IR 区域の土地の使用の権限、 IR 施設の設置根拠についての妥当性というものは IR 認定にあたっての要求基準とされるものでありますけれども、この要求基準というものにはどのような意味があるのか、もう一度佐藤参事官お伝えいただけますか。お答えいただけますか。佐藤事務局参事官。お答えいたします。要求基準につきましては審査基準の一部となってございまして、認定に際し満たさなければならない基準とされております。以上です。委員長。宮本君。
基本方針における認定審査の基準というペーパーによると、認定を受ける前提として必ず適合しなければならない基準と、こうなっているわけですね。非常に重いものであります。ところが、この賃料に大きな疑惑が持ち上がりました。資料には、10月2日付新聞赤旗日曜版の記事でありますけれども、この賃料月額平米428円というものに重大な疑惑が持ち上がったわけであります。記事にあるように、私の調査で判明したものであります。この借地賃料を設定するために、当然、大阪市は不動産鑑定を行っております。今日は国土交通省に来ていただいております、不動産建設経済局に聞くんですけれども、不動産は個別的な事情で左右されがちなため、その適正な価格を見出すことは一般の人々には困難であることから、不動産の適正な価格を見出す不動産鑑定評価は、専門的な知識を有する不動産鑑定士が行うことになっております。そのため、不動産鑑定士には、職務上取り扱ったことについて、知り得た秘密を他に漏らしてはならない守秘義務と、そして独立性が求められていると思うんですが、間違いありませんか。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、ご指摘のとおりでございます。宮本君。はい、確認されました。賃料が平米当たり月額428円の根拠とされた不動産鑑定評価は、配布資料3にあるように、2019年に4社委託、これはもうすでに公表されておりますから言いますけれども、一般財団法人日本不動産研究所、有限会社アレック、株式会社谷沢総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社、2021年にはそのうちの3社の委託で行われております。赤い線を引いたところを見ていただきたい。大阪市に提出された鑑定評価書は、2019年は委託された4社のうち3社が平米当たりの更地の個別価格12万円、利回り 4.3%、 月額賃料428円とぴったり一致をしております。そして2021年も委託された3社中2社が更地価格12万円、利回り 4.3% とほぼ同様の結果を出しております。私たちの調査に協力した不動産鑑定士は、評価額は鑑定士によってばらつきがあるのは業界の常識だと、49万平方メートルもの土地で偶然の一致はない、数字が揃う原因は2つしかないと述べ、原因の一つは依頼者大阪市から価格の指示や希望誘導などがあった場合、もう一つは業者が連絡を取り合い数字を合わせた場合だと指摘をいたしました。国土交通省不動産建設経済局に聞きますけれども、一般論として前者の場合、依頼者から不動産鑑定業者に対し価格が提示され、不動産鑑定業者がその価格の不動産鑑定評価書を作成した場合は問題ではありませんか。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、お答え申し上げます。あくまで一般論にはなりますけれども、不動産鑑定評価の依頼者が価格を提示して、それに合わせて不動産鑑定士が不動産鑑定評価書を作成した場合には、不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項に規定する不当な鑑定評価等に該当しうると考えております。宮本君。不当鑑定等に該当しうると、こういう答弁でありました。つまり依頼者が鑑定士に428円を示し、これに合わせて鑑定評価書を作るようなことは許されておりません。では一般論として後者の場合、不動産鑑定業者同士で鑑定評価額を示し合わせて不動産鑑定評価書を作成したような場合は問題ではありませんか。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、お答え申し上げます。これもあくまで一般論にはなりますが、
複数の不動産鑑定業者同士で鑑定評価額を示し合わせて不動産鑑定評価書を作成した場合は、不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項に規定する不当な鑑定評価等に当たりうると考えられます。委員長。宮本君。これもまたですね、不当な鑑定評価に当たりうるという答弁でありました。それでこの不動産鑑定評価書でありますけれども、不動産価格を適切に評価する上で重要な原則があります。最有効使用の原則という、大変有名な原則でありますが、これも専門の不動産建設経済局に聞きましょう。不動産鑑定評価における最有効使用というのはどのようなものですか。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、鑑定評価の手順等につきまして、国土交通省におきまして不動産鑑定評価基準を定めておりまして、そこで最有効使用につきましては、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用と定義しているところでございます。委員長。宮本君。その通りでありまして、不動産鑑定評価基準の中にはですね、不動産価格は最有効使用を前提として把握される価格を基準として形成される。この場合の最有効使用は現実の社会情勢の下で客観的に見て良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである、こう書かれております。で、私は今回の鑑定評価書の中でこれら諸原則と照らして最有効使用の記載についていずれの評価書においても複合型商業施設に揃っていることに疑問を持ちました。現地は今大阪万博に複合型商業施設とは何かといえばイオンのようなショッピングモールのことであります。現地は今大阪万博に向けて地下鉄延伸に伴う新駅が建設されております。新駅前の一等地、それも49万平方メートルの広大な敷地をすべて大型ショッピングモールと評価するのは不動産鑑定評価基準の最有効使用の原則に照らして私は不適当であり、すべての評価額がピタッと揃うのは偶然の一致としてはありえないと言わざるを得ません。なぜすべての鑑定評価が最有効使用を複合型商業施設、ショッピングモールにしているのかと。評価書を読みますと、依頼主である大阪市が鑑定評価を行うにあたって条件をつけております。行政的条件としていずれの評価書にも括弧仮称大阪夢洲地区特定複合観光施設設置事業については価格形成要因の影響から考慮外としているわけですね。でもちろん期日には多少の違いがあります。アレックと日本不動産研究所は考慮外とし、大和不動産鑑定株式会社は依頼者協議に基づきとして条件を設定しております。不動産評価審議会では評価書が採択されなかった谷沢総合鑑定所は依頼者指示に基づきとこう書いてあります。いずれにしても依頼者である大阪市から何らかの指示があったと考えるのが妥当なんですね。さらにこうした条件が付けられた場合、評価書にはなぜカジノ IR を価格形成要因の影響から考慮外としたのか、その根拠を記述しなければならないはずなんです。一般社団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社谷沢総合鑑定所の3つの鑑定評価書にはその記載がありません。これも不動産建設経済局に聞きますけれども、鑑定評価の前提条件については、鑑定評価書にその条件等を設定した理由について記載する必要があるのではありませんか。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、お答え申し上げます。鑑定評価の手順等を定めた不動産鑑定評価基準におきましては、鑑定評価の条件の内容及び評価における取り扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにすべきと規定しているところでございます。委員長。宮本君。記載しなきゃならないんですね。仮に記載しなかった場合でも問われればちゃんと答えられなければならないと、こういうことだと思います。
さて、資料4を見ていただきたい。10月1日付で、大阪市がホームページ上にアップした、夢洲の地代について、と題した Q&A であります。先ほどの新聞赤旗二丁版のスクープが10月2日付なので、記事が出てすぐにアップされたものだと思います。回答らしき市の考え方、この基本は赤線を引いたように、大阪市不動産評価審議会の審議を経て決めているから適正妥当なのだというものであります。ではその大阪市不動産評価審議会でどのような審議がされたのかと、ホームページ上を調べても、議事録は公開されておりませんでした。私が、これはおかしいと、それを理由に大丈夫だと言っておきながら、見もできないな、おかしいではないかと言いましたら、情報公開していただいて、請求していただいたら出せますということなので、お願いしたら、その議事録が、私のもとに公開をされました。まあ、一部マスキングされて出されたわけですけれども、ここに持っておりますが、まあ、こういうものが出されてきたわけであります。中身を読んでみたらですね、適正妥当どころか、不動産鑑定評価審議会でも、あまりに低い評価額に懸念が示されております。資料5は、その私が入手したこの土地の2019年の鑑定評価を審議した2019年11月13日に開かれた第802回大阪市不動産鑑定評価評議会、不動産鑑定評価評議会の議事録であります。ある審議員はですね、この議事録によると、ある審議員は12万円と430円ありきなのかというところは、みんなが疑問に思っているところと、低い評価額のあり方に疑問を呈しております。さらに、一度貸してしまうと、継続賃料になってしまうとし、土地の成熟度が良くなると、賃料増額の圧力がだんだんと出てくる。適切に増額請求できる準備をしてもらわないといけない。これだけ大きな土地を安い価格で貸しているのかと、市民にとって不信感につながる、または契約内容についても土地の成熟度に合わせて、賃料改定しやすい内容を考えた方がよいなどの懸念が示されております。それに対して市の担当者はですね、常に時価を追い、それに倣って区域認定更新のタイミングで見直す仕組みにすることは大事だと思っている、などと答えておりますが、これは実際にはありえないことであります。資料6を見ていただきたい。次のページですね。1月の13日、先ほどの第802回大阪市不動産鑑定評価審議会のちょうど1週間後の11月20日に開かれた大阪府戦略本部会議に IR 推進局が出した資料、土地契約条件の概要では、契約方法は35年の事業用定期借地権設定契約だとし、賃料改定は5年ごとの物価スライドといたしました。さらに、当初10年間について、当初認定期間は不増額としております。10年間は据え置いて、その後は増額しても、IR の収益は考慮せず、仮に増額になってもわずかばかりの額となる物価スライドとは、審議員に対する先ほどの説明とは全く違う。1週間後にこれが明らかになっているわけですね。そもそも定期借地権設定は、法の趣旨から言えば、大幅な増額を伴う改定はできない制度だと思います。審議会での公安局の答弁は、虚偽を疑われる内容であります。虚偽を弄して審議会を通したとなれば、不動産鑑定評価書の提示した額等が適正に評価されると、されたと言えなくなります。まあ、これは大阪市に対してやらねばならないことでありまして、これを国の役所に答えろと言っても答弁がいただけないことは重々分かっているんですけれども、区域認定に必要必須の要求項目である IR 区域の土地の使用の権限、IR 施設の設置根拠についての妥当性、
この要求項目の記載が仮に虚偽や不正による内容であっても、政府は認定するのか、佐藤参事官、お答えいただけますか。佐藤事務局参事官。お答えいたします。お尋ねの点につきましては、個々の事案の性質や程度に応じて判断されるべきものとして、実際に事案が生じた際にその事案に即して具体的に適切に判断していくことになると考えております。なお現時点でお話の件につきましては、不正等があったと認定されているものではないと認識しております。また先ほどご質問一つ目の内容に関する点になりますが、大阪の計画に記載されている事項のうち、この当該箇所の記載事項のうち、月額の賃料単価額につきましては、計画の申請を受け付ける側としましては、計画への必須記載事項として求めているものではございません。必ずしもございません。この記載箇所に関しましては、具体的に申し上げますと、用地となる土地の所有権の取得または、定期借地等の方法及び予定時期等を記載するとしているところでございます。委員長。宮本君。要求項目ではないんですね。答えて。佐藤事務局参事官。この項目につきましては、主に IR 用地を確実に取得して事業を遂行できるという観点、必要な期間も含めて、そういう観点から使用の権限をしっかり確保していること等を、審査することとしてまして、その観点で事案に応じて必要かどうか、はい、適切に判断していくことになると考えてございますが、ポイントとしましては、ここの記載箇所に関しましては、再度になりますが、用地となる土地の所有権の取得または定期借地等の方法より予定時期等を記載いただくものとしているところでございます。宮本君。いや、それを記載してるんじゃないですか。全然説明になってないんですね。これが不正だったり虚偽であればですね、今あなたがおっしゃった、まさに、要求項目の中身がですね、怪しくなるから言ってんじゃないですか。その中身に不正や虚偽があって、そのまま認定できるはずがないんです。4月の質疑では、夢洲の土地汚染や液状化対策などの土地課題対策として、790億円の事実上の公費をつぎ込む問題を指摘いたしました。今回は虚偽や不正が疑われる不動産鑑定評価をもとに設定した賃料によって、大阪市の公有財産である土地を35年の長期にわたって不当に安く貸し出す恐れがあるというものであります。仮に事実であれば、自治体財政に重大な打撃となり、健全性を損なうばかりか、自治法にさえ触れる問題になると思うんですけれども、総務省自治財政局長のご答弁をいただきたい。原自治財政局長。お答えいたします。地方団体は、その財政の健全な運営に努めることが基本でございます。その上で申し上げますと、ご指摘の賃料の設定については、先ほど国土交通省等からご答弁のあったとおりでございますが、市の財政運営に与える影響については、公安局も含めて、大阪市においてご議論をいただいているものと認識してございます。委員長。宮本君。当然のことなんですね。4月に示した資料はですね、そういう議論をした場の情報公開資料をお示しをしたわけですよ。公安局長は、港へ企業会計はまずいと言い、一般会計から埋めることについては、財政局長がそれは話が違うといい、さまざまな議論がある中でこれは進められているわけですね。しかし、自治体の財政に深刻な打撃を与えるようなことはあってはならない、これは当然のことだと思います。最後に大臣のご感想をですね、お伺いして、今日の質疑を終わりたいと思います。寺田大臣。このご指摘のこの IR 計画、これ、大阪府、大阪市、大阪 IR 会社が構想しですね、IR 整備法に基づき、議会の議決を経て、本年4月の27日、国土交通大臣に認定申請がされたと承知しております。で、ご質問の賃料設定も含めたですね、この IR 計画については、今後、国土交通省において、IR 整備法にのっとり、対応されていくものと考えております。また、大阪市財政の影響につきましてもですね、大阪市において市財政の健全運営を務める中で適切に対処いただくべきであると考えております。宮本君、ありがとうございました。
次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。